はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思います。ということで、聖夜祭ステップアップガチャっていうのが来て、新キャラ4人ね、やってきましたと。軽く見ておくと、コエンマが揚力タイプの、陽属性で、リーダースキルが揚力タイプの、揚力防御力ダイアップダイアップということで来てますね。で、必殺技の方が魔風感輝き自身に必殺技無効を貫通だから、読みがね、心拍数上げてきても無効貫通をつけてから、バリア不能っていうのを相手に付与できるということなので、まあ、ボタンと、読みのね、例のチームに対して、このコエンマを入れておけば、まあ、心拍数上げられても、無効貫通つけてから、バリア無効つけれるっていうことだよね、これは。そうすると、ボタンのバリアもつけらんないっていう感じかな。ただ、バリアを無効にしても、陰属性、陽属性のダメージ、抑えるやつとか、ああいうのはついちゃうのかな。で、さらに 50% の防御力ダウンもつけれるってことで、まあ、読み対策って感じかな、このコエンマは。で、もう一つのスキルが、味方全体に 100% の攻撃力火ダメ減少と、氷麻痺気絶の、耐性アップ。で、自身に隠密効果。隠密がね、新しく出てきた効果っぽいので、まあ、どんな効果かちょっと使ってみないとわかんないから、まあ、引き当てたいかな、と。いうところですね。で、魂の守護者、味方全体に2ターンの弱体効果持続時間減少 25% の、神技耐属性ダメージ耐性アップということで、まあこの間の見たらいがね、神技耐でデッキ組あーチーム組むと、なかなか強そうだったんですが、まあそのね、神技耐陰陽以外に対する、ダメージ耐性を上げてくれますよと。発動条件は自身が必殺技を受けたとき。だから、そうだな。まあ、ボタンと組み合わせると、バリア張りながらね、陰陽と、神技耐、全部の属性に対してダメージ耐性張れるのかな、これで。そんなとこですね。だからね、結構ね、このコエンマはね、使えそう。だけど、まあ、揚力タイプなんだよね。で、次。次が霊光同士限界ってことで、こっちは攻撃タイプ。そしてリーダースキルは攻撃タイプの攻撃力と防御力、ダイアップダイアップ 15% ずつということですね。で、技の方は、敵全体に 110% の攻撃力ダメージ、バリア不能。バリア不能もつけるのか、これは。バリアを貫通したりするわけじゃなくて、先にこれを打たなきゃいけないのかな。バリアをつけれなくなるやつだね。で、回復効果半減。あれ、バリア不能自体はこっちと一緒か。あ、そうだね。バリア不能だね、二人とも。ただ、こっちは無効貫通があるから、心拍数上げられてからでも大丈夫。こっちは、無効貫通はないから、単純にバリアを防いでくれるだけって感じかな。で、もう一つの必殺技が、味方全体 71% の必殺技余ダメージ増加3ターンと1ターンの状態異常減少。なるほどね。この限界欲しいかな。霊光の本懐、ホットスキルの方は敵全体 50% の攻撃力ダメージ耐性ダウンと、敵の必殺技使用者に沈黙、自身が必殺技を受けた時、回数は無制限。コエンマが3回だったのを思うと、こっちのがなんか使い勝手は良さそうな気がしますかね。まあ本命はこっちかな。攻撃タイプのチーム基本的には組んでるので。ただコエンマも攻撃チームでもね、混ぜて強そうな気はするかな。っていうか読み対策になりそうだからね、露骨に。でメインがそれで終わりで、次が、クワガラ。こっちは、サポートで、そうか。潜在が見れないからここで見てもって感じだけど、まあ軽く言うと、揚力アップと必殺技非ダメージ減少相殺が、それぞれ 40%、36% つくっていうことで、まあ火力特化かな。で、発動条件は、ウェーブ開始から2ターン目ってことなので、まあ1ターンしのげば、火力がね、ガッツンと上がると。そういう感じの、サポートですね。
そしてしずるさんの方ですが、こちらは、よだめ増と攻撃、回復効果半減がつきますと、で 42% よだめ増と、敵前列に回復効果半減、装備者が必殺技を受けたとき、まあ回復半減がね結構ユキナの復活とかでの回復量とかも半減になるし、プーとかの復活とかも半減になるはずだから、まあ悪くないサポートなんじゃないかなと、思いますね。で、ちょうどね、石がね、まあちょうどっていうかちょっと、先に霊界からの指令やって、950超えてからやってきた動画撮りに撮り始めたんですが、950あると、ステップ1からステップ5のね、確定枠までちょうど引けるので、今回はね、この、聖夜祭ガチャをね、ステップ1から5まで、引いていこうと思います。ということで、まあね、ちょっとキャラ見てってね、結構長かったんですが、4人もいたんで。早速ね、ガチャ引いていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ。まずは、星5が欲しいが、森なんだな。まあ森でも来るからね。さあどうだ。あーダメだ。カットイン4だけど、星5はなしと。そういえば星4の新しいキャラももう加わってんのか？なんかお知らせにあった気がしたけど。まあいいや。次、ステップ2。加わってたら、まあ、そのうち見かけるでしょう。よし、場所はいい。オーラがある。これはあるんじゃないか？ハゲさんはちょっとね、俺の中で期待薄なんだけど、あー、やっぱりダメだね。北進、なんだこの、はい、ダメでした。次。30連目。いけ。おし。来た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 。虹矢印。限界と小閻魔が、とりあえずね、サポートよりも先に欲しいかな。限界来い、限界。多分ね、使う、可能性はね、限界が一番、あ。ん？わからんな。あー、スーザク。はい、ね、まあ、ちょっと違ったね。これで、次が、ステップ4か。で、あと20連だね。行きましょう。ここで一体ぐらいね、引いておきたいんだけど、確定枠前に。今度は虹じゃないが、まあ場所は悪くない。オーラもそこそこ。ハゲさーん。ボクシンはね、連れてこないんだよね。で、来た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 。やるじゃん、たまには。はい、最後か。お？これ、小閻魔か？あーっと、その前に星4いたね。噂をすれば、猫玉。で、小閻魔かな？小閻魔だね。オッケーオッケー。小閻魔でも、悪くない。悪くないっていうか、まあ結構いいと思う。読み対策になりそうだからね。まあちょっと揚力パを組まなきゃいけないって考えると、そこは難しいんだけど、まあいいでしょう。さあ、じゃあ、ステップ5確定枠でね、じゃあ、限界を引きたいかな、こうなると。限界、来い！さあ、まあ、2枚抜きでサポートも来てもいい。さあ、来い。まあ、確定なので、ユースケは来るんだけど、こっから、あー、小閻魔だし。まあ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 、被るのは被るのでね、悪くはないでしょう。はい、というわけで、一応確定枠までね、ステップ1から5を引いてみましたが、
収穫はコエンマのみですね。ただし一度かぶりと、まあ、ポイントガチャもついでに引いちゃいましょう。いけ。お、もしかしたらあるんじゃない？あー、ないか。はい、残念。チケットも、引いちゃおっかな。チケットからもね、出るはずなので、オッケー、でかい。オーラはでかい、トグロチーム。来ないか。はい、残念。もう一回行けたね。もう一回行こう。よし、場所は悪くない。オーラがない。これは、もうちょい。来い。よし、よし、よし、よし。これで限界引けば完璧。おお、2枚抜きしてる。え、誰？あ、ジンか。これあれだ、揚力タイプの技のジンだ、多分。あー、そうだよね。こっちはなんかしずるさんっぽいけど、なんだ、え、いつのだ、いや、違うな。フード、え、見たらいか、あー、見たらいか。フードか、なるほどね。古い方の見たらいでしたね。はい、まあ2枚抜きは嬉しいかな、一応。星4以上も、半端にあるので引いちゃいましょう。8枚。さあどうだ。オーラがないからちょっと厳しいかな。お、あーと、ある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 、限界限界。おっと、これはシルエットで判別できないやつ。誰だ？あー、プー、プーはありがたい。オッケー、オッケー。まあまあまあ、いいでしょう。はい、というわけでね、まあ普通のガチャチケの方からも結構、いろいろ引けましたね、今回は。まず、プーをゲットできたんですが、プーに関しては、あー、コンペン使うとあげれるけどどうしようかな。とりあえず保留で。で、ジンがね、F から E に上げられますね。揚力チーム組むならね、このジンはね、強いと思うんだよね。だから使いたいところではある。このね、ウェーブ開始時でね、いきなり揚力タイプ、必殺技4ダメを 35%、さらにね、35% の必殺技火ダメ現象っていうのもつけられるので、結構ね、いきなり効果力が出せるんだよね。揚力タイプ、自分以外も。だからなんかこれとタッグクラマでいきなりガツンとやられて、負けるってパターンが武術界でたまにある。自分でもやりたいけど、揚力パをちょっとやってないからね、なかなか、使えないんですよね。で、天沼の初期の、天沼じゃねえや。見たらいの初期のやつが、E まで上がりましたと。まあこっちは、どうかな、総合力が上がるぐらいか。そして、スザクが C まで来たね。C まで来たけど、まあ、潜在とかが来ない限りは使うことはないかな。そんなとこだね。で、あと、猫玉か。猫玉引いてるのと、コエンマね。コエンマが一回被ったので、F ランク。まあそしてちょっと育てとこうか。まあ素材がね、どこまであるか。ああ、ここでなくなっちゃったか。巻物とかもね、そんなに多分ないのでね、なかなか育てるの大変だとは思いますが。そっか、
か、限界が出なかったか。まあでもコエンマゲットできたのは良かったんじゃないかなと思いますね。サポートは、ね、あれ俺なんか引かなかったっけ、サポート。あ、違う違う、引いてない引いてない。そうだね、サポートは引いてないか。はい、まあそんなわけでね、新キャラについてはコエンマしか引けませんでしたが、とりあえず、こんなとこかな。これはね、あれだよね、洞窟っていうか、あそこで、なんだっけ、霊界、境界トンネルだかなんだか、あれを、あのね、塞ぎに行った時の、コエンマかな。はい、というわけで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。